はい、皆さんこんにちは。タイ合宿2日目バリーシアリンクス、これいいコースですね。はい、ここに塚田さん、はい、今回のゲストでございます。そしてオンラインサロンのお客様で尾中さんと堤先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ご飯もめちゃくちゃうまかったです。はい、でプライベート、もともと林間コースだったんですね、塚田さん。そう、木があって動いてるのは、まあ、違う名前のコースだったんですけど、来たらなんかもうえって感じですよ。林間コースとは思えないですよ、これ。すごい完璧なリンクスなんです。はい、あ、でね、はあ、やっぱ面白いですね、キャディーさんたくさんいるのか。今日のキャディーさんです。カメラマンにもキャディーさんついてます。はい、ここ名門名門プライベートコースなんで、はい、ね、長ズボンでコース来まして、はい、で短パンに履き替えたと。はい、はい、塚田さんはね、はい、絶対行けるはずだってちゃんと持ってきました。ね、さすがその辺の嗅覚。はい、もうちょいあのトラディショナルな格好して来なきゃいけなかったね、これ。はい、はい、ね、ナイトマーケットがトラディショナルなポルシャ使ってました。そうそうそう。はい、ということで、はい、どこに打っていくんでしょうね。それがまず分かんなかった。一番こっち、あ、ピンはたくさん見えるけどどこなのかなとか。確認してない。グリーン、はい、あそこです、はい、グリーンでいいですか。グリーン2つ、違う、 T を2つあるけど、違う、あ、 T ね、あ、 T、 T グリーンでやりますか。グリーンはいわゆるバック T ですか。そうです。あ、じゃあグリーンでいきますか。はい、これどっちだろう。ピンはこっち右の方だ。右ですか。はい、わかりました。今回リップはい。昨日覚えたタイプ。もう喋れるね。じゃあ私から行きましょうか。じゃあよろしくお願いします。386ヤードです。はい。あ、オッケーオッケー。おー、乾杯。オッケーオッケー。先生先どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。オッケー。じゃあ堤先生お願いします。昨日のコースもすごい良かったけどね、うん、ここもここですごいな。うん、よいしょ、よいしょ。ギャラリーがすごい。どうぞどうぞ。はい、さあ、お腹さん、中さんです。ね、綺麗な格好、フェアウェイとティーの境目ないもんね。うん。うおー、すごい。あっしょー。しょー。うん。すごい。バンカー2の1個は。6歳。はい。じゃあお願いします。仕上がってる。オッケー。仕上がってる。おはようございます。もう昨日飛んでる。もう昨日8バーディーだからね。うん、はい、はい、行ってきまーす。はい。コップンカップ。あー。残りは177ヤード。うん、ショップ。ナイスオンだ。おお、いい感じ。ナイスオン、素晴らしい。どうだ。あ、いいんじゃないですか。あー、ちょっと弱いか。ちょっと弱め。じゃあ横さん蹴って。涼しくていいですね。ね、ちょうどいい気温が。ちょうどいいですね。もう朝一、塚田さんに50ヤード置いてかれてる。うん、半端ない。何ヤード？149。セブンアイアンプリーズ。7番。うん。うん。青。シソン。うん。ちょっと左。シソンはピッチング。
メソン。あ、気に入り。はい。レクサン、ちょめ、レクサン、レクシー、レクハー、レクホー。ちょっと左、ちょっと穴が。ニックナイ。ニックナイ。ニックナイサイ。ニックナイサイ。ニックナイサイ。あ、塚さん。ニックナイ。残り何ヤードまで行ったんですか？110ヤード。え94 110ピンまで110、はい、います40ヤード置いてかれてる290ぐらいですねこのアゲンスうんビューティーふぅおーケイナイスふぅなんかあれすごいですね、プロの技全然次元の違うものだねいつもピーティー絡んでるからいや、いつもバーディー取ってるとこ目の前で見てるのたまげますよさら入る入るいけい、いけいあー、惜しい惜しいこのボールの転がりでアンジュレーションが分かるんではないでしょうか、うん、でもこれさ傾斜すごくない傾斜すごいわでもちゃんとあのピン切る位置がある傾斜のすごさで、ねうん、奥がちゃんとねそう2カップスライスだそうです2カップでいいの、はい、完璧だ入れ入れ入ったよおなにそれいきなりさハードル上げてナイスバディパターが冴えてるとかハードル上げられてからのだよすごい普通あのそういうことを言われると緊張してダメになっちゃうけどうんナイストライおおあれ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 、うん、あれ惜しいうわ切れた切れる先生のパッド見てから入れたいパッドが入れなきゃいけないパッドそうん。さすがですすごい傾斜だったな。でこれ多分芝目もすごかった今ね。ねすごかったですね右から。あ惜しい。惜しい。オッケー。さあということで、ね、今日も楽しんでいきましょう。はい楽しみましょう。昨日から最高でございます。はい。こそあと今思ったんだけどさ、はい、ラフないよね。あ本当ですね。バンカーとブッシュあるけどラフがない。本当だ本当だ。いや、好きです、そういうコンセプト。パー4、490。パー4か。これはちょっと謙虚に。まあ見たら、あの左のバンカー256だ。あ、本当ですか。大丈夫、大丈夫。でもあれだな、あそこ、この朝っぱらから越えないな。左行っちゃっていいんじゃねって気がするなんかそんな感じしますね、でもアゲンスト260絶対行かないな俺一回右打っとこうはさうんいい球だけどいい球だからバンカー入っちゃったかなあバンカーバンカーいやバンカー左狙ってうわお曲がった左行ったぞあフェアウェイ隣のホールのフェアウェイ隣のホールのフェアウェイ負けない大丈夫ですはい結局さなんか OB も何もないからそうですね結局どこ打ってもいいってことなんじゃないもしかしてそうですね、うん、左ドッグだったらあそこでも良さそうですね、うんうわおいいよナイスああ入っちゃったモナカさん当たり良すぎた
アイスいい。さあ塚田さん、こんな感じになってました。全然違ってたね。思ってたのとちょっと違う。大丈夫かと思ったら全然ダメだったね。どこでもいいわけじゃなかったね。でもなんか見たらこっちフェアウェイ、普通にフェアウェイっぽいような感じだったよね。逆にショートカットできそうな、あ、あったみたいですよ。ちょっとこれちゃんと当たるかな。ここはピンディークワ、チャム。ピンディークワ。はいはいはい。これピンは多分こっちの方向で、多分こっち右打った方がいいってキャディーさん言ってた。あったあった。コアディークワね。はい。ただちゃんと当たるかどうかわかんないけどね、これ。やばい可能性あるね今。まっすぐ歩いてたもん。あ、そうだね。いや全英オープンみたいな絵だったけど。いやなんかそんなちょっと雰囲気だね。うん、ナイス。オッケー。うん。おお。ショップ。うん。塚田さん、隣から乗っけてきたんですか。いや、一回ちょっとやばいなと思うセカンドショット打って、はい、でなんかウエストバンカーから三打目。あ、三打目。セカンドでここにつけたのかと。ボールが浮く状況じゃなかった。あれ、あの、そう、あと、はい、やっぱりね、道外れるとやばいことになるから。あ、そうですか。あのちょっと道なりに、やっぱりちゃんと道なりに行った方がいいと思う。うん、 OK。 うん、ナイス。うん、惜しい。うん、変な流水跡にあったから、あれは異常なコースの状態で、はい、ノーペナで大丈夫です。ボギーです。あー切れた。惜しい。あそこからパーだったらすごかったんだけど。まあそれは贅沢でしょう。皆さん YouTube をご覧ください。ナイスパー。はい、ありがとうございます。なかなかパー取るのは大変ですね、490アゲンスト。どうだ。ちょっと薄めだけど。おお、届いた。うん、届いた。うん。わあ、でも右に。うん。これはなかなかハードヒッターじゃないと。飛べ。ショートかな。ああ、カンナ。うん。6歳に入ったはなんだっけ。特裁。あ、もう特と裁がバンカーのこと。もう砂。6歳じゃなくて。特裁。うん。ああ、怖いよよ。特裁。塚田さんは8番。7です。7。164、165で、まぁ、あ、ちょっとアゲンストかなみたいな感じで。なので行きまーす。はい、完璧や。いい球、うん、これは。うん、OK! OK! よっしゃー。ゆ、出す。
うまい、完璧ですよ。ナイス、うん、ナイス。ちょっと奥跳ねちゃいましたか。奥 2.5m、3m、 結構下ってるんだね、こっちから。サバリ、あー最後スライスか、うわ、ん、オンライン、オンライン、惜しい、惜しい。 OK です。バーディー欲しいですね。おー、ナイスバーディー、ありがとうございます。もうタイに来て9個目バーディー、ありがとうございます。完全に仕上がりを見せております。菅田義信選手、1月に仕上がってんのもどうかと思う。これで棋聖は優勝でしょう。さあ、小中さん、あー、オッケー、すごい芝目です。これいいですね、グリーンとティーグラウンドの動線、うん、すごいね、と相模貫通り張りだね。だってね、フェアウェイとティーも芝の刈り高一緒だから、なんか、うん、境目がないっていうか、なんかこれフェアウェイが2つあるみたいで、こっちの左に池のある方がメインのフェアウェイで、はい、バンカーっていうか、なんだ、ウエストエリアの先にもう1個フェアウェイが、うん、あって、あ、まあ、右行くと多分ちょっと若干ショートカット気味になるのかなみたいな。240、どっち行くんですか。右です。240ぐらい、240ぐらい行ってます。あ、やべ、ティー高い。240までって言ってました、ね、それ以上打つと池入っちゃうっていう。270ぐらい飛んじゃうと飛びすぎちゃうんですね、右の島狙う場合は、うん。まあ、ちょっとまたみんなとちょっとはぐれるかもしれないですけど、右からいきます。右から、もうさすが仕上がり度合いが違う。仕上がってんのかどうか分かんないけど、右からいきます。おお、完璧。いやー、でもちょっと右じゃないかな、これ。フェアウェイ、フェアウェイ、あれでフェアウェイ、フェアウェイって言われてもフェアウェイが全然見えないから、あれでフェアウェイなんだ。俺はちょっと、リンゴさんは左行くんですか。いやいや、右よ、俺も右行く、うん。うん、ああ、やりすぎちゃった。ああ、やりすぎちゃったよ。2の際、あ、2の際、怖い、怖い、怖い、 OB フェアウェイかな、フェアウェイ、フェアウェイかな、かな、かな、2で怖い。完璧、どうだ、これ完璧だ、よいしょ、完璧じゃないですか、バイバイ、すごい。おー、小中さん完璧。あ、ナイスです。完璧です。よいしょ、うん、小中さん完璧。草原に向かって打っていくっていうような感じですね。250、240、うん、240、うん、マイペルない、スミ先生はあれだ、はい、刻みってことですね。270度ぐらいですかね。うん、 OK、 えい、
ヨコさんが250ヤードぐらいですか。いや260ぐらいあります。260何がしあって、いやライはそんな良くないな。で左に泥ついてるから右にビューンって曲がりそうな。ドライバー打ってんじゃないですか。全然打てないですよこのちょっとライ悪めぐらいだもん。右、うん、あ右キック、うん、キック右、何右キック、カワさんは行っちゃうねこれ。スプーンスプーンで200多分40ちょいぐらいだったから、まあ、届くかなっていう。スプーンで30ヤード置いてかれちゃってんだけど、いやでもこれどっか多分落ちて転がったんじゃないかなと思うんだよね。いやいやいや、うん、ご謙遜あ、右だ、うん、うわ右行った。マペライ、マペライよ。オッケーって言われてもオッケーに見えないんだけど。あさあ何ヤードですか。何ヤードなんでしょう。30か。30ちょい。37です。37。意外とありますね。そうですね。今度の手が広すぎて。あー、トップ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 。あー、連連。あー。あ、消えた。うん、かな。今誰の感じでやったの。今誰の感じも自分の感じです。いや、やっぱりやんなきゃダメですよね。そうか。昨日そういう話をしてたんで、ちょっとモノマネで行かなきゃダメか。うん。そう、誰かにならないとダメだ。でもやっぱちょっとタイ来たらやっぱいつも思うんだな。バンスがないのが欲しくなる。あ、確かに。うん。ああ。うまい。SS。昨日奥田聖騎さん式でやって全然バンス同じですけど、うん、意外ともう奥田さん式とか多分今日の方が多分いいかもしれない。こうなんていうの、うん、手前からいろいろ傾斜を使いながらこう打ってくれるとか。そうですよね、うん、じゃあ横尾さん次は誰が降りてきますか。タイの陣に次、はい、杉原さん呼んだ方がいいですよ。ほらうまいもん。あ、うわ、ほらうまいもん。ほらそうね。オッケーっす。やっぱりあれだす。やっぱり誰か下ろしてこないと。杉原さんかな。私は誰も信じない。うん、いい考えですよそれ、はい、ナイスバディか。うわぁ、綺麗。やっぱりボール1個ですよ。ボールだね、はい、あ、やっぱりね、キャディさんの言うことは聞いた方がいいですよ。キャディさんと人の話は聞いた方がいいです。そうなんだよね。俺もタイに来るとキャディさんに聞くんだよな。なんかキャリーさんのが合ってるんだよな、タイに来ると。めっちゃいいポンポンですよね。はい、怖ない。スカソも聞くんや。トントン。トントンかいな。ちょっとサイじゃないんだ。おー、ほんとだ、トントンだね。トントン、ナイスバーディー。10個目バーディーです。え、こっち、うん、10個目だ、タイに来て。ちょっとオーバーペースよね。完全に仕上がりを見せております。どっち、右か左か。
左はさっきのホールですか。あ、そうだ。右だ。左ドッグレッグ。これは多分こっちでいいんだよね。そうですね。うん。ドンペイ。ありがとうございます。はい。どうも。これ池越えられるのかな、少し。ね、池ギリギリ、塚さんの場合池ギリギリだったら大丈夫ですね。あんま右行くと遠くなっちゃうもんね。遠くなっちゃう。あのザノースカントリーのあそこだと思えばいい。あ、同じだね。キャディさんもトイレが綺麗だから撮影してこいって。いや、綺麗よ。そんなことを言ってるコース初めて。いや、施設が本当に綺麗。トイレ綺麗だなと思って。確かにエアコンついてたもんね。エアコンもついてるか。すごいな。ぐらいかな。もうね、すあ、右行っちゃった。ちょっと右。ビビった。いいのくわ。尾中さん、どうなんですか。プロが先に打つより、先に打ったが打ちやすいですか。どっちも辛いですよね。なんかね、あれもね、僕のティーショットだったらいいけど、塚さんのあれ見ちゃうと、ちょっと力んじゃうかな。力んじゃいます、うん、どうなの、どっちがいいの。左ドッグで。右です。だけど、池の右を回り込んで、はい、行くんで、もう右のでっかいフェアウェイを打った方がいいですね。完璧ですよ。ナイスです。お腹さん、完璧。すごい。お腹さん、完璧。いい。いやー。キャディさんがいい。キャディさんがいい。そう。あ、俺は昨日のレッスンが良かったのかなって思ってたんだけど。間違いないですよね。いやいやいや。お腹さんのキャディさんいいけどね。お腹さんがいいんです。うん。ゴー。バイ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 。OK, マイペライ OK, 食べるよ。うん、ヨコさん、はい、これダメです。これ面白すぎるから、これ後編行きます。後編行きます。後編行く、はい、だからこれ一旦閉めます。はい、ということで、はい、オンラインサロンかなり楽しくやっております。はい、はい、じゃあ後半に続きますんでよろしくお願いします。はい、はい。